ご覧の皆様こんにちは、ホステルと申します。今回は水溜りの絆の隠しイベントの回収を行っていきたいと思います。で、現在のこのシチュエーション、最初に裏世界っていう呼び方でいいのかな、怪物が住む世界に入って、自宅のベランダから長椅子を通して隣の各材の家に入ったところですね。で、この花を2回調べると、この鍵かかってて入れなかった部屋の鍵が手に入るんだよね。これで入れるようになるんですよ。で、中に入っていって、で、中に入ると金庫がある。鍵のかかった部屋にある金庫、これは相当重要なものが入ってるに違いないわ。4桁の数字を入力すると開くみたい。でもデジタル時計ものみたいなものがついてる。この数字が暗証番号ってことはないわよね。で、まあ番号は6357です。で、金庫が開いて、ここから手に入るのがメイド服は？え、これはいわゆるメイド服ってやつ？お隣さん、人の趣味にどやか言うほど野暮じゃないけどね。でもこの服、ひなに着せたら似合いそうね。というか着せたいな。あの子のスタイルには明らかに小さめなのもツボだわ。よし、持って帰ろう。これくらいのご褒美があってもいいわよね。だけど残念ながら、ひなちゃんがね、このメイド服を着るところを見ることはできません。そして今回収しているのがイベント1になるんですけど、イベント1では直接メイド服は関係してきません。イベント1で使うのが、ここにある棚にお玉がしまってある。で、このお玉と自宅の台所で取ったこのタッパーだね、これを一緒に使うんだけど、一緒に使ってクモを捕まえます。どういうことかっていうと、一回また長椅子を通って戻るんですよ。それでこっち行ったところのこの桶の中、桶でいいんだよね、これは。桶の中にいる小雲を捕まえることができるようになるんです。小さい雲がいっぱい入ってて、タッパーに入れれば持ち運びができて、お玉を使えばすくい上げることができる。で、これを持っていく。超気持ち悪いよね。生きた雲を入れたタッパーを持ち歩く女。そして自宅に戻って、これに捕まったら元も子もないんで、一回回避します。それで戻って、こっちの前のついているところの先に行けるようになるんですよ。うわ、すっごい大きい眉。私の力が動かせそうにないわね。何かどかす方法ないかしら。タッパーの中の雲がうごめいてる。外に出たいの。で、ここでタッパーの蓋を開けて小雲の群れを出してたら、出してあげますかからの雲が出てきて、そしてクモが眉を食べるんだよね。それで先に進めるようになります。はい、それで先に進めるようになって、トイレ、おトイレのシーンでは入っていく。ここで済ませておこうかしら。そして中に入っていきます。本当にトイレに入りますか？絶対入る。そしてま
お手洗いのシーンですよね。マニアックだけど。こういった隠し画像みたいなものがいくつか用意されていて、今回の動画ではね、それを回収していくっていう感じでやっていこうかと思います。はい。はい。水が流れない。水を流さないままトイレから出るというね。こんな感じで、少しちょっとムフフな感じのシチュエーションがいくつか用意されてて、まあオチも必ずついてくるっていうね、感じになってるんです。で、ここから先は順番に回収していくっていうことになりますね。で、嫌な予感がすると言いつつもトイレをする女がイベント1。はい。で、結局流さず出る。女子力が5下がった。たくましさが3上がった。このたくましさの数値を上げておくと、後半のイベントの回収にもつながるので、結局女子力ってだけど、どういう風な場面で使われるのかちょっとわかんないよね。たくましさだけは上げておいた方がいいっていうことも、公式のダウンロードしてきた時の隠しイベントの紹介のヒントにも書いてあるんで、たくましさは上げておいた方がいいです。はい。それでは、イベント1の回収は終了しまして、次にイベント2に行きますね。はい、それでは続きまして、イベント2の回収ですね。進めていきますね。イベント2は、こちらのお地蔵様を復活でいいのかな?させた後なんだけど、お猿さんみたいでちょっと可愛いかも。実際は化け物になって人のことを追い回す地蔵なんだけど、でその追い回されて乗っかられた後にここに戻した後、ガラダをもらったシーンですよね。ここは本物の神通力ってやつが備わってるのかしら。お参りすれば何か良いことがあるかもしれないわ、なんてまさか。はははーっと来て何回か話しかけるんですよ。お参りしようにもお供えできるようなものを持ってないんだけどねっていう、このメッセージを出した後に、戻っていって、核剤の家に行くんですよ。はい、そしてこの核剤の保管してある家に戻ってきて、こちらの、この部屋は何なのかな?一応ダイニングでいいのかな、わかんないけど、でこのテーブルの真ん中にあるフルーツバスケットをパクれるようになってるんですよ。美味しそう、かっこじゅるり。このフルーツをお地蔵様のお供え物に使えないかしら。豪勢すぎてもったいない気もするけど、で持っていきます。フルーツバスケットを持っていってお地蔵様にお供えするっていう手順ですね。はい、それでは戻ってきて、ご利益がありそうだしお参りしてみる。フルーツバスケットをお供えするなんてさすがにもったいない気もするのよね。でこの椅子と自分で食うっていうのを選ぶとお地蔵様が怒っちゃうんで、まあ怒ったからって別にゲームオーバーになるわけじゃないんだけど、でここはお供えするを選択していきます。このフルーツあげるわね。でフルーツバスケットをお供えするとお地蔵様がハートマークを出す。それでご利益があるんですよ。ここはどこ?もしかして畑の中?はい。はっ!キュウリだわ!私の大好物のキュウリ畑だわ!お、キュウリ。食べ放題。これってひょっとして、キュウリ食べ放題じゃない!っていうことで、キュウリ思う存分にいただきます!キュウリ狩りだ!頑張るぞー!できて、
て調べることができるんですよ。小さいキュウリしか実ってないみたい、おいしそうなキュウリ見っけいただきっていう風に調べていくとキュウリが手に入る。で、一回調べたところからもまた新しいキュウリが回収できることがあるみたい。で、順番で調べていく。食べますか。ポリッ、マキマキマキ。何本でも食う女。一体どこから食べているのか。まあ、ちょっと黙ってろって言ったところですね。それで探していると、レアなキュウリが見つかることがあるんだよね。あ、これだね。間違いない、ブルームキュウリだわ。このブルームキュウリを、なんみずみずしい、みずみずみずしい、こんなキュウリと巡り合えるなんて、生きててよかった。ブルームキュウリを手に入れると、で、それを食う。すると、イベントが発生するんだよね。これを食う。これで隠しイベント。さあ、やってまいりました。本日のメインディッシュ、ブルームキュウリでーす。はぁ、私、この一本のために生きてるのよね。この艶といい形といい、長さも太さも一級品だわ。食べるのがもったいないくらい、このまま額に入れて部屋に飾っておきたいわ。けどあんまり時間が経つとしなびちゃうものね。みずみずしくて新鮮なうちに食べちゃわないと。ではでは、いただきまーす。レロッペロ。カップ。ハム。おらおら、もっと音出せんかい。ということで、これが隠しイベント2ですね。で、最後はポキンみたいな。それで、風が吹いて終わりみたいな感じですね。うん、やっぱりブルームキュウリは美味しいわというのがイベント2へ。はい。では続いてイベント3に行きます。別に全然エロくないでしょ。ていうかもうエロいっていう言葉すら出てこねえから。普通。はい。では次行きます。はい。それでは続きましてイベント3の回収を行っていきたいと思います。現在のシチュエーションは、一回、元の世界に戻ってきたところだね。それで、ひなちゃんが行方不明になっているって聞いて、救いに行くっていう選択肢をして出たところですね。で、元の世界をうろついていきます。で、ここで重要になってくるのが、最初裏世界で手に入れたこちらのメイド服、ひなに着せたいから持って帰るっていうものが必要です。で、まずはじいさんの家に入っていく。じいさんのセリフは今は直接関係ないんでカットしていきますね。はい、それではですね、じいさんの話を聞いた直後の場面まで来ました。で、奇妙なお守りをもらった後にもう一回じいさんに話しかけます。おや、ニンニちゃん、服が随分とゆぐれているようだが。え、それはそうだった、昨日疲れ切ってお風呂も着替えもしないで寝ちゃったんだった。ううう、恥ずかしいんだ。汗の匂いとかしてないわよね。身だしなみをちゃんと整えていかんよ。せっかくのべっぴんせんなんてもったいないぞ。はーい、そうしますです。っていうこのセリフを聞くことが重要で、この会話をした後に自宅に戻ります。で、じいさんとの会話によってフラグが立って、自宅のある場所へ行くとイベントがスタートしますね。それはこのお風呂入っていきます。あの世界を散々駆け回ってヘトヘトで布団に入っちゃったから、着替えところはお風呂も入ってなかったよね。
せめてシャワーだけでも浴びようかしら。で、浴びる。さーて、脱ぎ脱ぎっと。で、お風呂に入ります。汗が染み込んでたのかしら。心なしか袋がベトズ。袋服がベトついてたみたいに、さっさと汗流した方が良さそうだわ。で、ここで、シャワーのシーンになって、いかない。別にエロゲーじゃないからね。うん。シャワーのシーンなんて見せられるはずないじゃん。まあ、期待したことには申し訳ないけど。で、その後だよね。着替えは。で、来て、向こうの世界からメイド服を持って帰ってきていた。ひなに着せるつもりで頂戴したんだけど、せっかくだしちょっと着てみようかしら。こういう服、実は私には似合わないと思うけど、実は言うと、ちょっとだけ憧れてたよね。お父さんお母さんもいないみたいだし、誰にも見られる心配はない。ちょっとだけ着てみようかしら。メイド服なんて似合わないのは分かってるけどね。お試しよ、お試し。お遊びで着てみましょう。で、遊びで着てみるってしつこく言うにもかかわらず、ワクワクしている女。それで着てみますね。はい。似合ってないと言いつつ、可愛いよね。前向いてほしいんだけど。メイド服にしては本当に怪しいよね。肌が出すぎだし。お隣さんは危ない趣味と危ない仕事の持ち主だったようです。というお家？どれどれ、どうかな？鏡鏡、パリンみたいな。で、残念ながらね、この服をひなちゃんが着るシーンはないんだよ。アップデートとかで用意してくんねえかな。可愛らしさとか可愛い仕草、いやセリフ？よし、5本。キャハーン、お帰りなさいませー、ご主人様。ふぅー。盛大な極滑りをやらかして、このイベントは終了と。うぅーなんだこれ。っていうのがイベントさんだね。このような残念な結果になってしまい、本当に申し訳ありませんでした。以後、このようなことが起こらぬよう、私の黒歴史はゴミ箱にポーイしまーす。忌まわしき記憶とともに、メイド服を捨て去った。服なんてさ、着れればなんだっていいじゃない。汗と泥に濡れて汚れた制服が私にはお似合いよ。ははブーブー、女子力が2下がった。たくましさんが4上がった。っていうのがイベント3でした。では続いて次のイベントに参りましょう。はい、では続きましてイベント4番目の回収を進めていきたいと思います。で、こちらはただいまのシチュエーション、裏の世界に戻ってきておひなちゃんが死亡した後、南宋法と協力をしてカグマを倒しに行くシーンで、南宋法に武器を持ってきてくれって言われて、で、回収するのはここの包丁だよね。で、包丁を取らずにおじいちゃんの家の本棚の一番右を調べると、資料じゃなくてヒナのアルバムがあったわよねと。ヒナの写真だ、せめてこの写真を持っていこうかしら。で、ヒナの写真を持っていく。で、おひなちゃんの写真を撮って、で、包丁は取らない。包丁を取っちゃうとイベント進んじゃうんで、で、包丁を取らずに行く。で、その前に一つ注意点があって、元の世界にいた時におじいちゃんと会話して水溜り様についての話を聞いたじゃん。その後にもう一回おじいちゃんの部屋に上がり込んで、こんなのの一番右を調べないといけないんだよね。そうすると
アルバムが飾られているっていうメッセージが出て、そのメッセージをあらかじめ見ておかないと、この裏世界に戻った後に一番右の棚を調べても、一番右の本棚かを調べても何もないって言われるんだよね。なので表の世界でおじいちゃんの家の部屋の本棚の一番右を調べておくのが条件です。そしてヒナの写真を持った状態でこの南双方のところに行くんですよ。まだ準備が整ってないぞ。まだ武器を見つけてないの？とっとと探しに行けやこのボケ。ヒナのことを思い出して、でこの南双方の前でヒナちゃんの写真を使う、写真を覗き込んで、あーヒナー、でヒナの写真がなぜかなくなってるんですよ。で実際にはこの南双方の前に落としてるんだよね。それで戻ろうとすると南双方が写真を見つける。タグしっかりしてくれやつみたいな下打ちすんなっていう話ですよねなんだありゃ、これは写真か、あいつが落としていったのか。この写ってるやつは誰だ？なるほど、こいつが殺された親友、確かヒナとか言ってたか。ったくしょうがねえな、相棒のみにちょっくらサービスしやるか。ヒャー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 。でこのまま道なりに戻っていく。そうすると公園を抜けたところでイベントが発生するんです。ここだね、ここは勝手に動いてます。で足音が聞こえて、足音がする。誰かが近づいてきてるんだわ。この辺りの化け物は何か倒してくれたはずなの。一体何か。誰？ヒナ。嘘、そんな。ヒナ。バシ。ノバー。おひなちゃんのシーンだね。まあおひなちゃんじゃないんだけど。ひな、よかった、生きてたんだ。ちょ、おい、本当に死んじゃったと思ってた。私がどれだけ悲しいんだかわかる？いやおい、おひなはてなだからね私も謝らなきゃいけないよね。ひなを危険な目に遭ってごめんねでももう大丈夫だよ、ひな。もう離さないから。ヒナも私のそばから離れないで、ずっと一緒にいてー。エドモンの本田も真っ青のサバ折り。やめんかバカ、締め付きすぎだ、いてよ。え、その声は俺だよ、俺、南双方だよ。もうすでにあの行きかけの表情になってるからねは、なんでこんなところに。いや、その前にその姿は何。いいからまず話せ、というかどけ。いつまで俺の上に乗っかってるつもりなんだよ、お前は。あ、ちょっと待って。なんか胸の位置がおかしいよね、今のシーン。いきなり押し倒されるなんて思ってもみなかったぜ。説明してくれる、なんでこんなところにいるの。それとなんでヒナの姿をしてるのよ。そうと誰だよ、俺はさま、お前の落とし物を届けに来てやってんだよ。それで写真を返してもらって、ヒナの写真どうして。お前が校舎に来た時落としていったんだよ。大事そうにしてたから届けてやったのさ。あ、ありがとう。でもなんでヒナに擬態してるのサービスだよ、サービスサービスサービス。お前が気落ちしてるようだったから元気づけてやろうとしてんじゃねえか。こいつが殺されたお前の親友なんだろ。だからちょっくら姿をかませて励ましてやろうと思ってたさ。なのにいきなり押し倒されるんだもんな。さっき何考えてるんだお前は。溜まってんのか。そうなんだ。ありがた迷惑だな。じゃあ届けるもの届けたから俺は戻るわ。そっちも仕事してくれよ。じゃあな。っていうのがイベント読んだね。でこの後は引き続き包丁を入手してイベントを進めていけばいいんだよね。一応あいつなりに私のことを気にかけてくれてるのがね、案外いいところもあるのね。はい、それではイベント4はこれで終了と。続きまして最後のイベントに行きたいと思います。
はい、それでは続いてこちらはイベント後の回収になっていきます。先に言っておくとエンディング最大で5つあって、何と思ってんの5つあって、ひなちゃんの生存ルートがねちゃんと用意されてます。その生存ルートに入れることがまずの第一条件で、学校に入るシーン、イベントを進めていくと学校に来ることになるシチュエーションになっていくんで、で学校に入る、で1階の扉が入れるようになってるんで入っていきます。で右の扉から入るとこっちだね、こっちと、まあ、もしくはこっちの扉が職員室なんですよ。でまあ早いんで左から入っていって、でこの壁際ここまで行くとチャリンっていう音がするんですよ。それで調べると壁にたくさん学校の鍵がかけてあるわね。今は特に必要ないだろうけど、一つだけどこの鍵か書いてないのがあるわ。どこの部屋に使う鍵かしら。でこのどこかの鍵っていうものをまず持っていく。それで次に必要なのが一回外へ出て、ここちょっとカットした方がいいかな。少し歩きます。でこの工事現場に来て、でこの鉄パイプだよね、最初は持っていこうとしても持っていけなかったんだよね。鉄パイプか、昨日と違って今度はヒナを助けるために化け物と戦うことになるかもしれない。武器の一つや二つ持ってた方がいいかしらん。こんなものを持ってたところで化け物と戦えるかと聞かれると無理よね絶対。何の役にも立たないと思うんだけど、鉄パイプは持っていきますか。鉄パイプはローマン、邪魔なだけ。鉄パイプはローマンだよ、ローマン。まあないよりマシよね。で鉄パイプを手に入れる。これがダウンロードした時のネタバレテキスト読んでると、たくましいねねちゃんが必要だと判断すれば持っていくでしょって書いてあるんだよね。だからある程度たくましさが上がってないと取れないと思うんだよね。今回のこのデータはいろいろイベント回収してきて、たくましさ結構上がってる状態のデータなんで、多分取れるようになってるんだと思うんだけど。それで装備できます。鉄パイプは装備しておく。それから学校に戻ります。必要なのはどこかの鍵と鉄パイプの2つ。そして今はまだ上には行けないんですよ。1階をちゃんと調べましょう。で1階のこの部屋に入るんだけど、この中のシーンはちょっとカットするね。今は少しネタバレになるんで、エンディングのネタバレね。はい、それではイベントが終わりました。10分ぐらいの長いイベントなんだけどでイベントが終わると校舎の中に進めるようになってて、2階に上がってさらに3階へ行く。でどこかの鍵を使えるのは3階のここ右なんだけど、ブリッジ職員室で見つけた鍵ってもしかしここの鍵？更衣室を開けられます。中に入りますか。更衣室なんだよね、更衣室で中に入っていく。でこの壊れたロッカー、壊れかけのロッカーかがあるんで、ここを調べます。ダメだわ、開かない。鍵がかかってるの？扉がひしゃげてるわ。それで開かないのか。このひしゃげた扉、何かを引っ掛ければ開きそうだけど。あ、そうだ、この鉄パイプを引っ掛ければ開けられるかも。でちなみにこの鉄パイプはしっかり装備してないとこのメッセージは出ませんでした。でロッカーをこじ開けますか。開ける。でロッカーを開けていくと、その中にはてんてんてん、よし開いた。一体中に何が入っているのかしら。うり、これはブルマ、しかもビニール袋でパックされてるわ。え、なんでこんなものが入ってるの。ブルマなんて学校で入ってる人見たことないわよ。あ、でもそういえばうちの学校ってかなり遅くまでブルマが指定されてたって噂で聞いたことがあるな。もしかしてこの壊れたロッカーの中に放置されてたの。うわー、でもブルマなんて実物見るの初めてだわ。なんというか水着みたいね。昔って本当にこんなの履いて体育の授業やってたの。すごいな、良くも悪くも感心するわ。僕も知らねえわ、これ都市伝説だよね。実際に本当に履いてたのかな。ブルマか、ちょっと履いてみたいな。まあ廃止された理由は
なんとなくわかるけど黒でパックされてるってことはまだ一度も開けられてない新品ってことよね。それに体操服もあるみたいだし、おー、あつらい向きだね。用意がいい。どうしよう、実は少しだけ興味あるのよね。せっかく更衣室にいるんだし、お試しに履いてみようかしら。ブルマを履きますか。たく、そんなものに興味はない。でもちろんこっちを選ぶのがイベントの最後のイベント5ですね。ブルマなんてこの先履く機会なんてないだろうし、何事も経験よね。せっかくだから体操服に着替えてみようっと。すげえよねこれ。これ際どいな。すっごい食い込むんだけど、ブルマってそういう仕組みなの？普通に考えてサイズが一回り小さいだけよね。間違っても私太ってないわよね。まあ、ステータス画面を見る限りは超スーパーダイナマイトボディなんだよね。おひなちゃんにはかなわないけど、ダイナマイトっていうよりもモデル体型どうなんだろう。どちらにしろこれは恥ずかしいわ。水着とかはまだ覚悟できるけど、こっちはこれで走り回ったり運動するわけでしょ。完全に半血状態だからね。うひー、耐えられない。廃止もなるわこりゃ。確かに動きやすいし機能性は認めるけどね。ちょっと歩こうとしたら食い込みがきつくなった気が。宣言撤回、機能性もダメだわこれ。下半身が気になって絶対スポーツに集中できない。ていうか私、夜空を探しに行くんじゃなかったの。なんてこんなところでブルマの試着なんてやってるのよ。ダン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 、キュー、あ何今の気持ち悪いの自分で言ってた、吐きそうだったわ。もうやだ、脱ぐ。というのがイベント後。遊んでないで夜空探しに行こうよ。はい。それでダウンロードした時のネタバレテキストに入ってるイベントは5つだったんで、これで終わりになるんです。他にも隠しイベントってあるのかな。その辺は知らないですけど多分ないよね。イベント5つまでのヒントだけが出てるんだよね。それでそのヒントを頼りにイベントを5つ回収してみました。はい、それではイベントの回収の動画これで今回終了させていただいていただきたいと思います。はい、ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ではさようなら。